一応小窓ついてる。ちっちゃい。すごい。これでお掃除が楽です。ああ、買って。ちょっとなんか不安なのでビニで巻きます。はい、皆さんこんにちは。カリチャンネルのカーチューブののぞみです。今日はですね、こちらユアーズさんからボクシーのサンシェードをご提供いただきましたので、こちらを開封していきたいと思います。と、私 N 版のサンシェードって一生懸命作ったりとかしたんですけど、今回はこちらを使わせていただきたいと思います。それではどうぞ。開けていこうと思います。ただ私が思ったのは、こう袋がついてるので1個になっててすごく楽だなって思いました。自分でその N 版のサンシェード作ったから多分分かることなのかもしれないんですけど、バラ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 しちゃってほんと邪魔で、でこうキャンプだとサンシェード使わなかったりするから、テントで寝るから、なのでそういう時とかってこうしまっとけるのいいですよね。なんか小窓ついてる。何これ、すごい。なんかどこか小窓あったかな。なんだこれ、外の様子伺うのかな。そうだね、外の様子伺える。これは助手席側でしょ。全部に小窓ついてるの、これ。もしかしてこれは後ろの窓の。こんなに小窓はついてる。あ、こんな、なるほどね。ちっちゃい窓もついてんだ。ちっちゃい窓もついてますね。精密で、これが前面だ。なんか、一応小窓ついてる。ちっちゃい、ちっちゃいのついてる、ほら。本当だ。様子伺うのに、で、ね、前が大変なのがドラレコだよね。ドラレコつけちゃってるとね、ドラレコいつも大変。 N 版の時も大変。いいですね、最初からこの吸盤がついてくれてるから。私の車で買ったサンシェードついてなくて、ネジネジ向きとかこう考えながら入れたので、相変わらずカラーだね。ね、素晴らしい。お金かかってる、ちゃんと。そう、窓にこれを貼って吸盤がつきやすくする。なるほどね。これを貼ってから貼ってねって。車検シールや電熱線など吸盤が取り付けにくい箇所には貼ってね。これを貼ってね。小窓がついてる、すごい丁寧な仕事。一回つけれるとこつけてみようか。そうですね、まずすごい。小窓嬉しい。結構小窓嬉しいんだけど、N 版で車中泊するときとかね、やっぱりねちょっと気になったりするのよ、外は。わかる。朝起きたときとかさ、ちょっと明るいかなとかさ、雨降ってくかなとかね。そう、結構私こういう風に見てるのよ。こっち向きから撮ると、あ、でちょっと大きい感じかな。どんどん貼ってきます。これも丁寧な仕事だよね。普通に、ね、なんかベラーってでかいの1枚くるかと思いきや、大丈夫じゃん。
車検のシールのところは貼れないですね。あれだね、ちょっと大きめにできてるからさ、ドラレコのところも全然大丈夫、 ゆったりやればね、そこの貼り具合って自分で決められるからね。カーテンだけ下げちゃって、こんなかも。ドット後ろで調べようって言ったけどさ、フィルム貼ってっからさ、大丈夫だった、大丈夫だったうち、うん、カメラは明るいモードで撮ってるから明るく見えるけど、暗いですよ、だいぶ全然暗いよね、真っ暗。すごい、もうカメラ明るいモードにしても、今昼間だけど、このね、上だけ剥がれてるからあれ。まあそこはあの車検のシールがあるから。これなら寝れるね、昼でも。昼でも寝れるよね、今は昼だけど。この窓が便利よ。明かりを差し込みたい時とかさ、お昼、あの昼寝するけど、よくない？うん。じゃあちょっとお昼寝しようと思います。とこの下がオットマンで、いやーすごいわ、ほぼフルフラット的な。ではおやすみなさい。ではおやすみなさい。ですね、このニューアーズさんのカーペダルマットを取り付けていこうと思います。ペダルの下に引いて、あの下のお掃除を楽にしていくような代物です。結構ね、あそこら辺ってお掃除大変だと思うので、ではやっていきます。裏に貼るからってことか。そう、もうすごいじゃんね、あと外れちゃった。これとこれはちょっと、このぐらいを6本か。切れてたら親切だね。うん。こう合わせて。くそ。
難しい、結構こんな感じになりました。しゃがんでやった方が楽だと思う。逃げてる。え？この部分がはみ出てた。もうちょっと下にする？これはちょうどいいんだけど、とりあえず置いちゃうね。うん。カフェ。カフェです。どうよ、綺麗よ、ほら。あら、いいじゃないの。ね。これでお掃除が楽です。はい、いかがでしたでしょうか。今日はこちらのユアンさんのサンシェードの取り付けをしていきました。車中泊することもあるかと思いますので、その際はぜひ利用させていただこうと思います。またその車中泊だけじゃなくても、夏の時期に、まあ、あの日光がバーって入ってしまうと車内が暑くなってしまうので、まあ、そういった際にも利用させていただこうと思います。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いいたします。また、私が運営しているホームページ、Twitter、Instagram 等もありますので、そちらもチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。はい。